どうもかずちゃんです。本日の動画は福山初代藩主水野勝成が戦が終わった傷を癒すとか、なんか病を治すために岩風呂を使った史跡跡に今日は行ってみたいと思います。では、スタート。じゃあ行きます。はあ、鼻が出る。鼻水出て。よいしょしょ。もうね、片手無理っすから、こうやって撮影して、だからこうやってカメラ使ってやりたいです。そう、これは要は引いていないといけない場所なんですよ。でも本当400年前どうやって言ってたんだろうね。今はこういう風に、そう、あのね、ちゃんと整備されてますけど、昔はどうだったんでしょうかね。どうやって言ったんでしょうね。その場所にこれから行っていきたいと思います。はい、ではこれからほぼ一人ごとです。よいしょしょ。ふう、よいしょ。歩きにくい。やっぱ硬いとかいいな、コンクリートの方が。よいしょ。この岩風呂っていうの場所っていうのは僕実際知ってたんですけどね、何回か挑戦したけど、どうやって行ったらいいんだろうなって思いながら、ちょっとわからなくて、なんとなく、もしかするとこのルートかなと思ったら、このルートで合ってましたって感じで、合ってました。ほら、これ足跡あるでしょ。実はこれね、今2回目なんです、僕。ぶっちゃけ言うと、このカメラがさ、録画されてなくて、マジかと思いながら、もう一回行ってます。ちょっと落ちです。ほら、僕の足跡です、これ。肩麻痺の方が、やっぱね、砂に足取られちゃうんですよ。だから、こっちがぐーっと、やっぱ、麻痺時の方がぐーっとこう、入っちゃうんですよ。すごい歩きにくいんです。あ、水彦は、満ち始めてる。急げ。満ち始めて、水が。急げ。やばい。満ち始めてる。水が満ち始めてるよ。急げ。干潮が8時だったから、今は何時だろう。わかんないや。9時半ぐらいに入れてたから10時ぐらいか。満潮が14時だったかな。ちょっと急げ。ふう。危ね。よかった、今日。雪国の靴とかしない。よいしょ。お、満ちてきた。やばし。でも焦っちゃダメ。もうゴールするそこだから。ふう、到着しました。やった。
来ました。風呂川、風呂ヶ花、うん、ここが、ここで三つの勝則が傷を癒したという言われているところです。はい。別にこう、お風呂だからって言って、なんていうのかな。ここでこの海水に浸かってたわけではないんですよね。要は、ここでこう、なんか水、塩水の海に浸かってたわけじゃなくて、ここに、なんだったっけ、熱した石を置いて、そこに海水を、パシャーって言えば蒸気。要は、サウナですよね。それで、体を癒したっていう、戦争、戦が終わった時とか、なんか、水野勝則が持っている持病とかっていうのを、そういった、サウナ効果で癒してたって言われてる場所なんですね、ここが。まあ、本当かどうかわかんないですけど。諸説によりますけどね、そういうところでございます。いや、一度来てみなかったなと思って、何度か挑戦したんです。肩麻痺にとってはなかなかハードル高かったんで、まあ、なんとか来れてよかったです。じゃあ、これから気をつけて帰りたいと思います。以上です。満ちてきたんで帰ります。そんな落ちあるみたいな。よいしょ。潮が動いてきたね。おお、もう結構来とるね。あそこさえ乗り切ればなんとかなるわ。よいしょ。あ、もう完全に浸かっちゃった。水に。よかった、今日この靴で。なんか冒険してるって感じがするね。この水の中、海の中っていうか、歩いているって。ふぅ。おぉ。書いてある青靴、塩水だから。よっしゃ。あ、痛い。足痛い。ぐにゅ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 になっちゃう。いや、早く車に戻って、エンディング撮ろう。あ、疲れた。ちょっと水が本当満ちてきたからちょっと急いだから疲れました。私この1回目の足跡が生々しいよ。まさか取れてないと思わんかったよね。なんか取ったって思ったんだけどな。でもあれだったんだろうね、僕の取ってたつもりっていうまた思い込みなんだろうな。まあこれもまた勉強ですよ本当。ラストの階段登り疲れたな。コンビニ寄りたい。よっしゃ、着いた着いた。ありがとうございました。車の中でエンディング撮ろう。はっ、じゃあね。運広い。茶碗とテグスとペットボトルとビニール袋の破片かな。ちょっともう片手だったんでゴミ袋もなんでこんぐらいで今日は勘弁してください。はい、お疲れ様でした。水の勝成の海の水風呂。
の史跡巡りに行ってまいりました。お鼻が出てる。あー疲れた。本当ここずーっとなんかね気になってたんですよ。どんなとこなんだろうなーって思いながら、そういったなんかこういう風にちゃんと、なんていうかな、釜みたいっていうかさ、桶みたいになってて、そこに水がたま、海の引いた時の水が、海の水が溜まってて、その中で傷を癒したのかなーっていう思いだったんですよね。で、よく、なんか戦から帰ってきた傷を癒してましたっていうね話で、よう、そんな、傷口に塩水って罰ゲームじゃんって、最初そう思ったんですよ、ずーっと、僕、今日までね。うん。で、よくよく調べてみると、じゃなくて、あそこの場所で、熱した岩に海水を当てて、その蒸気によって体を癒してたっていうことだったんですよね。だからその要はサウナですよね。これ前にも前っていうかこの動画の中でもお伝えしましたけど、なるほどねーと思いながら、いやーでもね、本当1回目のねロングで撮った、ロングでこのカメラ、こっちのカメラ撮っておきたかった。ちょっとアドベンチャーだったんですよ。もうちょっとね、逆に言えば撮り損ねたっていうか、撮影し損ねたから2回目がスッと行ってスッと帰りましたけど、まあその分なんだろう、その最初はまだ引いてた状態、この満ちてきた状態で、満ちてきたと思って、でさって行って、で帰りはもうそこはもう海の中みたいな感じだったんで、それはそれでリアルで良かったかなって思うんですけど、でもすごいね、もう何年越してこれ来たかった場所だったんで、まあ本当来れて良かったなって思っております。またこういう風にね、福山の史跡巡りをこうどんどん皆さんにご紹介していきたいなと思っております。というより加藤がそういうのが好きなだけですということで、今回の動画は水野勝成が福山が終わった後に傷を癒したり病を治したりした田尻の水風呂をご紹介しました。どうしようかな、この上にね風呂神社があるんですよ。もうそこはちょっと今日体力的にもう無理なんで、もうやめときます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。